坂井紀子本音インタビュー、事務所独立、YouTube、もう一度、奮起したい、新たなステージに挑戦して、電話一本取れるのか、お仕事の依頼をきちんと受けられるのかなど、不安もありました。ひなが荒野に立ち、ピヨピヨと巣立つ感じですよ、わら。5月1日、坂井紀子が所属事務所を独立したことを発表した。4月末で退社し、新しく個人事務所、株式会社スマイルを設立。全事務所のホームページには、これまでお世話になったお礼など、直筆のコメントが掲載されました。スポーツ指揮者、新しい道を歩く心境を尋ねると、冒頭のように不安をにじませながらも、笑顔を見せた。坂井は95年に主演を務めたドラマ、星の金貨、日本テレビ系で歌った主題歌、青いうさぎが大ヒット。女優としても歌手としても大きな功績を残したが、なぜ独立しようと思ったのだろうか、私自身、何か不満があったわけではありません。ただ、40代後半から、この先、芸能界で活動させていただけるのはあと何日くらいなのか考えるようになったんです。月日が経つにつれて、そうした思いが強くなっていった。強い思いを胸に、新しいステージで勝負していくことを決めたのだ。坂井と長らく連れ添ってきた事務所も、そんな彼女の思いを尊重してくれたという、事務所には1年くらい前に相談し、何度も話し合いを重ねました。のりこがそう思うのならやってごらん、と背中を押していただきました。前の事務所には、8年在籍していましたが、もともと、タレントが一番やりたいことに重きを置いてくれましたね。ただ、現在の日本は昨年から感染拡大する新型コロナウイルスの影響で生活様式が一変し、芸能界にも甚大な影響を及ぼした。そうした状況で独立することにためらいはなかったのか？ここ数年の坂井は肩にかかるくらいまで髪を伸ばしていたが、現在はデビュー当時と同じくらいのショートヘアになっている。もしかして、これも新たな船出の一環、気分転換も兼ねてバッサリ切ったんです。デビューした当時は、ショートで髪を伸ばしたいと言っても、事務所の許可が下りなかったことも、笑。でも、この年になると、誰かに何か言われることもないです。短い方が私らしいかもしれませんね。独立という大きな決断を下したのは、息子からかけられた合言葉の影響もあった。大人になってからも、親子関係は変わらない。この前、息子から電話がかかってきて、今年、坂井は8年ぶりに配信ドラマ、プロデューサー K に出演し、作品の中で青いうさぎ。2021年バージョンを歌うことが決まっている。独立を発表したのと同じ日に、YouTube で公式チャンネル、坂井紀子1億のスマイルを開設した。これまでも、興味のある動画は見ていたそうだが、すぐに自分もやってみようとは思わなかったという、日本を元気に企画、ではコロナ禍に頑張っている人たちを紹介するため、都内の飲食店を訪れたり、37万円もするルイ・ヴィトンの財布を視聴者プレゼントにするなど、YouTube でも、誰かを笑顔にしたいという思いが軸になっているようだ。できること、できないことはあると思いますが、私が発信することで誰かの救いになったり、誰かの言葉を代弁できるきっかけにしたいと思っています。こういう世の中なので大変なこともあると思いますが、私自身楽しみながらやって、見ている方が、ノリピー、次は何やるんだろう、と思うような企画をやりたいですね。最後に、今後の目標を聞いた。これからも、たくさんの人たちを夢冒険に連れて行ってくれることだろう。